ハンガリー民主化運動は1985年頃から1990年までのハンガリーにおける民主化運動のこと。この民主化の過程で後の半ヨーロッパピクニックからベルリンの壁崩壊に連なるハンガリーとオーストリア間の国境の解放が行われた。マジャル人には元来ハンガリーはオーストリアと連邦しオーストリアハンガリー二重帝国として ヨーロッパ市の重要な地位を占めていたという歴史的な自負があった。他方、ロシア人が主導する共産主義体制支配下のハンガリーはヨーロッパ的ではなく、従って民主的なヨーロッパの枠組み中に復帰したいという思い入れがあった。1956年に起きた民主化を求めるハンガリー動乱はソ連の軍事介入で圧殺されたが、 動乱を収集してハンガリー社会主義労働者党の初期長となったカーダールヤーノ主は、ナジームレを死刑にし、一党独裁制を敷きながらも、我々の敵でないものは味方であると述べて、政治犯の釈放やローマ教皇庁との和解を進め、東側の社会主義国の中では、比較的穏健な統治を行った。1966年には、 ニエル・シュレジエ・ショキラによって新経済メカニズムが導入され市場経済の一部導入などを進めたほか同年11月には方ばかりであった国民議会選挙の候補者を複数候補制にするなどの政治改革も進められたこれらの改革は1973年にソビエト連邦の圧力によって交代を余儀なくされニエル・シュラも解任左遷されたしかし その諸愚は、プラハの春後に改革派党員を追放した、チェコスロバキア共産党の正常化に比べれば穏やかなものであった。また、新経済メカニズムも完全には廃止されず、1970年代後半の第二次石油危機以降は再び改革が進められるようになり、社会主義市場経済が目指されるようになった。政治的にも、地方自治の拡大。 党の指導性の限定化などの施策が行われた。1982年には IMF に加盟、1983年には再び議会選挙が複数候補制となり、1985年には社会主義労働者党の党員以外からも国会議員に当選するものが出るようになった。このようにハンガリーではすでに1980年代半ばの時点で、 改革派が政治に参加する機会が確保されてきており、支配政党ハンガリー社会主義労働者党の中から体制変革の動きが生まれてきた点が他の東欧諸国との大きな違いである。他の中東欧の社会主義国に比べると早いうちから市場経済化、政治の自由化を進めており、ソ連のゴルバチョフ政権によるペレストロイカの流れもあって、 改革をさらに進めていたハンガリーであったが1980年代後半になるとカーダール・ヤーノ州によるハンガリー社会主義労働者党独裁の限界が明らかとなった過度な投資が対外債務の増加を生んで経済が失速する一方高齢になったカーダールは保守化しこれ以上の経済の自由化には消極的になっていた1987年 カーダールは対外債務の返済のために経済の自由化で生じた富裕層の増税を行おうとしたが、この法案は国会で否決されてしまった。社会主義体制になってから初めて政府の法案が議会によって覆されるという事態が生じたのである。これによって保守派とカーダールは信用を失い、1988年5月、カーダールは引退した。 カーダールの後を継いで、恩恵改革派のグロース・カーロイが初期長に就任し、同時に政治局には、ニエル・シュレジエが復帰し、ネーメト、ミクローシュ、ポジュガイ・イムレラの急進改革派も政治局入りした。グロースはあくまでも一党制を維持し、党内の民主化を進めることで改革を達成できると考えていた。一方、ポジュガイらは、複数政党制の導入など、 急進的な改革を施行していた。1988年10月には、会社法が制定されて、国有企業の株式会社化が行われた。1989年になると、ポジュガイラ改革派によって、政治改革が加速していった。1月には、集会、結社の自由化、政党結成の容認などが進められ、2月には、党の指導性の放棄、 党と政府の分離を決定し、4月には民主集中制の放棄が決定された。1989年5月2日、ネーメト内閣は財政上の理由により、ハンガリー・オーストリア間の鉄条網の維持を放棄すると発表し、その撤去に着手した。これはハンガリーにとってヨーロッパへ復帰する第一歩であったが、同時にウィンストン・チャーチルが名付け親となった。 鉄のカーテンの一角が崩れ去ったことも意味していた。これによる国境の解放が持つ意味はそれだけにとどまらなかった。東ドイツの国家評議会議長兼ドイツ社会主義統一党初期長であったエーリヒ・ホーネッカーは翌5月3日のドイツ社会主義統一党の政治局会議でこのハンガリーの連中は一体何を企んでいるんだ。とどなった。 それが何を意味するのか、ホーネッカーには分かっていたからで、ある。結果として、西ドイツへの亡命を求める東ドイツ国民が、ハンガリーに殺到、反ヨーロッパピクニックを引き起こし、後のベルリンの壁崩壊や、冷戦終結、さらには、東欧から、すべての共産主義政権を追い払うきっかけともなった。当然、 当時のハンガリー政府もハンガリー国民もそこまでの意味を持つとは考えていなかったであろうが、今日においてはハンガリーがオーストリアとの国境を解放したことを語らずに一連の東欧の民主化運動を語ることは不可能であり、その意義は極めて大きいと言わざるを得ない。1989年6月には、ネーメト政権はハンガリー動乱で処刑されたナジイムレ元首相の 名誉回復と改装を許可した。ハンガリー動乱の評価を抜きに、ハンガリーの無欠の民主化を語ることは、ほぼ不可能であったのである。これをめぐって、金々改革の方法に、違いのあった恩恵改革派のグロースと、急進改革派のニエルシュ、ネーメと、ポジュガイラの間に対立が生じ、政治局会議では、ナジの葬儀への参加を表明したポジュガイとあくまでも、ナジは、 反乱分子であったという公式見解にこだわる、グロースが抗論になった。ポジュガイが、グロースに、ネーメトは、首相としての公式の資格で参列するはずだというと、グロースは激高し、ネーメトは首相かもしれないが、ハンガリー社会主義労働者党の初期長は、このグロースだ。すべての権限はこのグロースが握っているんだ。といったものの、最後には、行きたいなら、行け。 勝手にしろ、と怒鳴って部屋を出て行った。6月16日、ナジの改装式が行われ、野党の幹部や犠牲者の家族と共に、ポジュガイやネーメトも参列した。社会主義労働者党の急進改革派は、さらなる改革を推し進め、1989年6月23日、24日に、開催された党の中央委員会では、 政治局を廃止して21人からなる政治執行委員会とニエルシュポジュガイ、ネーメとグロースからなる幹部会を設け、党首にはニエルシュが就任した。グロースは初期長のポストに留まったが、幹部会は4人のうち3人が急進改革派であり、また、党の最高指導者から外され、失脚した形になった。こうして急進改革派が、 党の主導権を握った。6月25日、ニエル氏は、スターリン主義とプロレタリア独裁から決別すると表明し、複数政党制の導入を決定して一党独裁を放棄した。10月の党大会において、党の国家政党としての歴史は終わったと宣伝して、社会主義労働者党は、民主社会主義を施行する、ハンガリー社会党へ、解明が行われた。 10月18日、国会で市場経済複数政党制による民主制などを定めた憲法の改正案が採択されて、国名もハンガリー共和国に解消された。1989年10月23日、暫定国家元首となったスールシュマーチャー州国会議長が国会前の広場で共和国宣言を読み上げ、ここにハンガリー人民共和国は、 完全に終焉した第二次大戦直後の第二共和国に次ぐ共和政体として第三共和国と呼ばれる。ハンガリーではすでに民主化勢力である民主フォーラムが活発な政治活動を始めていた。ピクニック事件はその活動の一端であるがその結果引き起こされたベルリンの壁崩壊は彼らが望んでいた通りの出来事であり民主フォーラムの規制は高まった。 こうして行われた1990年の自由選挙では民主フォーラムが勝利し、社会党から民主フォーラムへの政権の異常が行われた。しかし改革派であったハンガリー社会党は、他の東欧諸国の旧共産党とは違い、ハンガリー国民の支持を失わず、1994年に政権に返り咲き、その後も2002年に再び政権に復帰するなど、 フィデス・ハンガリー市民同盟などと並ぶハンガリーの有力政党となっている。長いほか、P215、三浦、山崎 P47 から48、三浦、山崎 P49 から50、長いほか、P218 から220、長いほか、P224、三浦、山崎 P59、長いほか、P226、長いほか、 P226 から227、マイヤー、サワラ P128 から129。マイヤー、サワラ P133 から134によれば、ネーメトは、ソ連の最高指導者、ミハイル・ゴルバチョフとの会談時に財政が危機的な状態のため、国境の障壁を維持できないと説明し、あれは、ワルシャワ条約機構のフェンスだから費用は、 ワルシャワ条約機構が負担するべきですといったところ、ゴルバチョフは、それは無理だ。そんな資金の用意はないからねと答えたという。ただ、命名と曰く本来の鉄条模撤去は、それが、本当の理由ではなかったと語っている。マイヤー、サワラ P129、マイヤー、サワラ P158 から159、三浦、山崎 P50、長井ほか、 P229、三浦、山崎 P51 から73、長いほか、P233、三浦、山崎 P75 から76。ありがとうございます。